大井の高野正規騎手の騎手紹介セレモニーを行います。まずは高野正規騎手をご紹介いたします。高野騎手は大井の所属でございます。現在39歳、去年は笠松、高知、岩手で期間限定騎乗を行いまして、今回初めて兵庫での騎乗ということになります。今兵庫の現役ジョッキの中では大山慎吾騎手と同期ということになります。それから小谷周平ジョッキーの一期後輩というそんな年になります。ここまで通算3563戦125勝、去年は31勝を挙げてキャリアハイを更新したという高野正規騎手です。どうぞご登壇ください。大きな拍手でお迎えください。どうぞお上がりください。その他のぬいぐるみも今兵庫県競馬組合からプレゼントされたところです。さあ、それでは高野ジョッキーに少しお話を伺ってまいりましょう。まずはようこそ兵庫県競馬姫路会場にいらっしゃいました。どうもありがとうございます。高野ジョッキー、今日もすでに2蔵騎乗されてますけれども、姫路競馬場どんな印象ですか？そうですね、ちょっと競馬独特なんですけども、馬場が良くて乗りやすいと思います。結構いろんなところで騎乗されてこられてますけれども、今回どんな思いを持ってこの姫路来られたんですか？そうですね、行ったことない競馬場だったので、そんな競馬をぜひ乗りたいと思い、あと、何千勝もしているジョッキーもたくさんいるので勉強させていただいたらなと思っております。今年に入ってからもうすでに西脇で調教も騎乗されているということですが、他の周りのジョッキーなどの関係というのはどうですか？そうですね、皆さん優しくて、いいと思います。この関西の水というのはどうですか、高野ジョッキーにとって？そうですね、関西は初めてなんですけど、すごい、ノリがすごいいいです。はい。乗りいい方ですか？悪いですね。じゃあそのあたりもこれから勉強ですか？そうですね、西脇の方々に鍛えてもらって、ぜひ兵庫県民になって帰りたいと思います。拍手を沸いております。レースの方ではどんなところをこの2ヶ月間学びたいというふうに考えてますか？そうですね、やっぱり園田のイメージはやっぱり剛腕というイメージがあるので、少しでもそれに近づけるように頑張りたいと思います。レース乗る前の姫路のイメージと実際2クラ乗ったイメージ、なんか違いってのありました？そうですね、大体イメージ通りなんですけども、やっぱり見るのと乗るのではだいぶ違うので、これからまた勉強していきたいと思います。高野ジョッキーのセールスポイントどんなとこですか？セールスポイント、そうですね、あえて言うならスタートですかね。はい、あえて言うなら、はい。この2ヶ月間での目標、数字的なものってありますか？いや、数字的なものは特にないんですけど、まずは一勝して、そこから波に乗って頑張りたいと思います。さあ、それではたくさんのファンの方も集まってくださいました。一言ファンの方に向けてお願いします。3月7日まで姫路競馬で乗りますが、一生懸命ファンの方々に馬券に貢献できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。ぜひご声援をお願いいたします。高野正規騎手でした。では2ヶ月間頑張ってください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。以上をもちまして高野正規騎手の騎手紹介セレモニーを終了いたします。ありがとうございました。はい。